振り子打法で首位打者を取り続け、7年連続の首位打者を日本で獲得しています。ですが、メジャーリーグへ行くと振り子打法をやめてしまいます。メジャーリーグでは日本のプロ野球よりも投手の球速が速く、ツーシームといった球が動くボールを扱う投手が多いからです。ですので、足を上げたフォームでは対応が難しく、あまり足を上げないフォームに変更しています。実際に現在二刀流で活躍をしている大谷翔平も、日本では足を上げるフォームでしたが、メジャーリーグでは試行錯誤の上、足を上げないすり足打法を取り入れています。イチローのこのフォーム変更について落合博満は、振り子打法のようなゆったりとした滑らかなフォームに戻せばよかったのではないか、そしたらもっと打てた。でもこれはベテランでも理解できないだろうから、若い時には到底わからない。俺が気づいたのはユニフォームを脱いで何年も経ってからだった。いつか後輩たちに伝えることができれば、それはそれで財産なんだろうとは思う、と語っています。